ペースランナウェイ。マスクや顔に開閉機構があるロボって最高だよな。に対する、ネットの反応をお送りするよ。F91 みたいにマスクやヘルメットの開閉、着脱で下の顔が見えるのいいよね。そのマスクどうやってつけてんだろうね。F91 の場合、マジレスするとマスクは最初からメットに組み込まれてる。実はマスクだけじゃなく目の方もゴーグルで覆っている。未完成で動きもしないプロトタイプが、主人公の家族の力でガンダムになるってのを印象つけるいいシーンだと思うんだ。漫画版は映画よりフェイスオープンのギミックを作劇に活かしてるな。言うてもガンダム系じゃシャイニングガンダムとクロボン系くらいしかいない気がする。ユニコーンは、変形の方が正確か。ガンダムユニコーンはスローで見てみるまでどう変形してるのかわからんかったな。シャイニングガンダムのマスクを開いたらその下がマスクとほぼ同じ形状で真っ赤なだけ。というのは、当時ちょっと拍子抜けだったな。そう？むしろガンダムらしい線もなくシンプルに真っ赤なのはインパクト強かったがな。シャイニングガンダムの場合はマスクの下よりも開いたマスクが重要なんじゃよ。わかる。こいつのフェイスオープンギミックは頭部全体のギミック含め総合的な演出込みのかっこよさだね。ただフェイスマスクを開くとスリットが貫通してないから何のためにスリットなんだ？という新たな疑問が発生。赤いとこ全体がヒートシンクなんだろ。知らんけど。シャイニングは感情で出力が変わるからかっこよくてテンション上がる作用があるんじゃね。スーパーモードって F91 の排熱みたいだよね。元ネタが歌舞伎キャラの鎌倉権五郎形成が見えを切るシーンをモチーフにした機体演出なのよ。あのマスクはあれ。歌舞伎では着物の袖でやるんだけど機体が袖広げるのはおかしいからマスクにしたんやろな。その鎌倉権五郎形成の髪型が結構そのまんまよ。スーパーモードの角飾りの展開に取り込まれてたり、怒りに任せて大立ちを振るうところもそっくり。もともとはスーパーモードでマスクが閉じる設定だったというお話。正直、F91 のマスクは開けても排熱に役立つようには見えない造形なんだよな。マスク開けて中から蓄熱した冷却剤放出することで排熱してるから、造形はあんまり関係ないんじゃないかな。F91 の排熱シーンで毎回思うんだが冷却剤って放出してもいいものなんか？冷却剤というか、熱を持った装甲そのものを有刺化して排出してたはず。だから質量を持った残像現象も起きる。つまり排熱の度に装甲が薄くなっていくから、その分は軽くなった分の機動力と気合でカバーだな。てか何回見ても口に見えるかこれ？ってなる。実は初期案はもう少し口っぽかった。口のあるガンダムったらクロスボーンの方がそれっぽい。なお後年では口だけ開けても放熱効果が薄いので頬も開きます。むしろファントムが2段階に開くのが意味不明だったり、かっこいいけどね。最初見た時ってなったやつ。アニメを見てないから今まさにそうなってる。一応設定は知ってたけど一目でわかる絵があるのはいいな。これ、むしろ視界が悪くなってる感？実際そう。DO タイプはコックピット内部にモニターが三角配置で3つあるが、トールギスはそのうち下2つがカバーで使えない。ゲロビームの話かと思ったわ。レーダーガンダム、まあこいつの場合、口というかトーンの発射口だけど。お前の先輩にジオングさんおるんだぞ。相撲の顔の変形、地味にかっこいい。ちょっと違うかもだけど目のあたりに光が当たると見えるカラフルなターン X の中の顔好き。X トップ起動の時にガンダムフェイスが見えるのが多いと思った。00の劇場版でガンダムハルートからマルートモードに移行したのは良かったよな。パイロットが3人で、目が6つっていうのがわかりやすくていいよ。00だとバーチェからナドレの変化、脱いだら女子っぽくなるのがパイロットのキャラ性を反映しててシャレてる。表面をぶっ壊したらドクロのような下の顔が見える。ガンダムの中じゃこれが一番好き。イケイケ僕らの B ガンダム。このまま解明することなく、どこまでいけるだろうか。鉄血ガンダムは大抵人相悪いけどフレームの素顔は存在普通の顔してる。まあ下の顔といえばエヴァンゲリオンになるわな。中の人、正直最初怖かった。ゼルエル食べるとき、歯が生えてきたの怖い。二号機が開眼して四つ目になるシーンも燃えた。下の顔といえばガイキング。子供心に怖かったガイキングのオープンフェイスがレジェンドオブ大空魔竜でどうなるか戦々恐々としてたら、
対空魔竜の顔の方をオープンさせたのには目から鱗でしたわ。例で世代がわかるな。俺だとファイアーバルキリー。歌うんだから口がないとダメだろ。っていうばさらの意向。非戦闘時は基本メット被ってないスターセイバーはシャレてるなと思った。エルガイムマーク2の設定が、イケメンロボの中の顔が実はキモいの最高。ギアスのグラス号やサザーランドの顔面開閉ギミックが好き。顔面が4分割で開いてでかい眼球みたいなファクトスフィアが表に出てくるのが化け物じみてて良い。マイトガインは割れたマスクの内側にマイトが乗ってる。コクピットがあるマスク割れでは珍しいパターン。マイトは右腕に合体するマイトウィングに登場してるのに合体バンクでは一瞬で頭部に移動してる。というのは触れてはいけないお約束。作品の世界観のネタバレ的な意味でも。一般人もあそこにパイロットがいるぞ。誰だってなってんの好き。そしたら口があるロボっているじゃん。あれ意味あんのかね。柔らかそう。いっそすがすがしく口しかないやつをあげていこうぜ。ダンガードあたりが唇最圧か。全長200メートルだからな。スコープドッグが 3.8 メートル。だから唇の厚さだけで全高くらいありそう。確かダンバインぐらいのサイズなら吸い込めるサイズ。唐突に口に虫が飛び込んできた感。そんなダンガードも吸い込んじゃいそうなサイズがユニクロン大先生。それをも余裕で吸い込める銀河サイズの天元突破グレンラガン。顔にも胸にも口があるな。口が2つあるロボットでも出てくるガイキング。口の数じゃゴライオンも負けないぞ。全部で6つあるロボット。宇宙マシン大剣豪のマスクのもと、衝撃的だった。こいつは普段は隠してるから、まあいいかなって。ライディーンの口も結構悠長に動いていた。口ない方が作画的に楽なんじゃないのかねー。マジンガー Z にもルストハリケーンが出るのだから口があるといいっていいはず。マジンガー Z に改造される前は口ある。参考画像がこれ。悪魔のロボット軍団。マジンガーの口や顎のパーツはギザギザ歯をロボット的に表現したものだったのか。単にこういう西洋甲冑の口元アレンジな気がする。まあ両方だろうね。ゴーちゃん先生がインタビューで言ってたけど、機械獣のデザインをするときは、先に生物的化け物のデビルマンのデーモンを描いて、それをメカっぽくて直し、そうやってマジンガーの機械獣にしてたって言ってた。マジンガーも頭のイルダー周りはデビルマンっぽいし一方で西洋甲冑のようでもある、ギザ派も間違いではない。マジンガーもデビルマン同様に魔王ダンテから枝分かれしてできたみたいなところあるからな。実際、怪獣者としての面をマジンガーが引き継いでる。この参考画像を見ると割とまんまモチーフになってる感じなのがわかる。ブライガーって顔がなぁ、って言われまくってるイメージだけど唇が目立ってないからかよく見やかっこいい。一方バクシンガーのタラコ唇は正直どうにかならないの?と言いたくなるダサさ。遡れば鉄腕アトムまで行きそうな話だな。そのアトムをベースにデザインされたロックマンやロックマンシリーズのロボはほぼ口がある。ただしエアーマンタイプは例外か。意思があって喋るならあってもいいのよ。ヤスヒコだからコンバトラーのはなかったことにするね。ヤスヒコさん的にはロボットに口はないわーだったんだろうな。喋るわけでもないなら口とかある意味なくね。ってガンダムをマスク顔にしたのもヤスヒコだしね。ガンダムに口があるデザインだったら多分今ほどのポジションにはなってなかっただろう。確かにこれは厳しい。ガンダムだってマスクだけじゃ隠しきれないご立派な鼻筋がチラ見していて、ちゃんと下に顔があるデザインなんだなってわかるのいい。なお、そのマスクの下はこんな感じである。バリエーションによってはチラ見どころか丸見えよ。マスクを外すと本当に口があってびっくりした SD ガンダムフォース。大ターンは酒飲んだりする。ゴールドライターンの喋る時に口を動かさず音声信号波みたいのが表示されるのが好きだ。ザンボエースは表情あって面白かったな。ギガンティックフォーミュラのイシタル、美しい。勇者シリーズの口は大体動いてるしな。勇者ロボは基本形態だと口があって合体時にマスクつけるのがケレンに効いてて好き。そしてラストバトル付近にて割れたマスクから出てくる唇は美学よ。それが勇者ロボの花だからね。欲を言えばその瞬間は月面の決戦であってほしい。デモンベインのベルゼビュート。デモンベインは主役機のデモンベインにも口がある。そしてちゃんとリアクションしたりピンチの時には勝手に動いたりして意思があってけなげなんや。
もう逆に案外口のないロボの方が少ないんじゃ。この可愛いを忘れてるぞ。